レナがきっと勝って、お持ち帰り。
通らない。うん、
大人のカップルとやらも部活メンバーのタッグには及ばなかったな。私たちそれに負けないカップル？はあ。こら！さっきからあちこちでドタバタ暴れ回っているのはまたあなたたち部活メンバーですか？ちげ、ちげ先生だ。やっぱ。前原くん、それから竜宮さんも、誰かが怪我をしたらどうするんですか？まったくです。すべすべなお肌の子供たちに万が一のことがあったらどうするつもりです。すべすべなお肌いいね。さとこちゃんもりかちゃんもすべすべだよ。もちろん赤いマガタマはさとこちゃんのメイド化に使用します。あー、偉大なれ、さとこちゃんメイド万歳。ってことは監督も優勝狙いってわけかよ。レナ、こいつらは敵だぞ。落とせを狙ってる。ダメだろ。ダメダメダメ。落とせはレナのなの。そうはいきません。この入江教授、欲しいもののためにはどこまでも本気になれる男。ちょっと入江先生、前原くんも竜宮さんも先生怒りますよ。レナのオットセンスも横取りしようとする人はみんなやっつけた。
かわいいモード恐るべし。本当に恐ろしいのは明日の学校だが、まあ今日は忘れよう。ケイちゃんにレナさん出やがったな黒幕姉妹め。勝ち上がってきた俺たちのペアが負けると思うなよ。そうだよ、レナとケイチ君は仲良しの無敵ペアなんだよ。はぁ、あ、だお姉どうする。ほら、どうしたミヨ、かかってこい。俺とレナの息はぴったりだぞ。俺たちのペアが怖くなかったら、オーク。ケイちゃんなんて生かしておけねえ。やれやれ、ケイちゃんって人はつくづく。うわ、兄ちゃんのものすごい本気だ。そんなに優勝が譲れねえってかよ。上等だぜ。お姉どうする。完全抹殺。ケイさんなんか大嫌いだ。そこまで言うかよ。上等だぜ、かかってきやがれ。
というわけでミオンから話は聞いてるよ。兄ちゃん本当にお母さんに見つけたんだね。出来の悪い娘ではあるけどさ、放っておけない親心見かねて飛び出てダダダダ。園崎ママ、園崎あかね、ただいま見参。うわ、本当にミオンの親って感じだな。というかミオンの迷惑さにうり二つだぜ。ミオンさんとシオンさんも足したような方ですので、若い日にはいろいろ。なんだか知らないけど葛西さんもいろいろと苦労してるんだね。で、あんたが前原圭一君だね。それで彼女が竜宮玲奈君。うん、似合いのカップルかどうかおばさんが試してあげようか。ちょっと待ってくれ。別に俺たちカップルってわけじゃねえぞ。黙りな。うちの娘を泣かしたとあっちは放っておけないね。私に負けたらあんたら二人には別れてもらうよ。勘違いだって。だから俺たちは別に付き合ってるわけでも付き合ってるわけでもないんだよ。え、やっぱりレナとケイチ君は仲良しじゃないのかな。え、いや、そんなことは。だってさっきケイチ君は私たちは息がぴったりの仲良しペアでって。さーて、名残は惜しいんだかい。あんたら二人は今宵限り、明日からは私をお母さんって呼んでもらうからね。やかましいぜ。俺が誰とペアを組むかは俺が決めた。俺がいいと思ったからレナと組んだんだ。それをとやかく言いたいやつは相当だぜ。語ってきやがれってんだ。ケイチ君、行くぞレナ。誰が何と言おうと俺たちが最高のペアだ。そいつを渡らせてやろうぜ。面白くなってきた。おいで葛西、行くよ。
面白かったな。なあレナ、このオットセイだけどさ、どうしよう。どうすればいいかな。このそうだレナさ、オットセイお持ち帰りしたかったんだろ。レナに2つともやるよ。でもペアで優勝したんだもん。レナだけが2つとももらっちゃったら悪いよ。別に俺はそんなオットセイ大して欲しくないしな。やっぱりその分けっこしよう。ケイチ君は赤と白どっちがいいかな。かな。選べるわけねえだろ。私だって選べないけど、ケイチ君が選んだのならそれでもいいかな。あのよ、分けっこしないとダメなもんなんだ。うん、ダメ。その、じゃあさ、二人で目をつむってどっちかを取ろう。それでならいいよね。運に任せてってわけか。じゃあそれでいくか。一発勝負だぞ。せーの。あら、リカ？なんでそのオットセイがここに？ケイチたちの場合は偽物でも十分ご利益がありますのですよ。このおもちゃはもっともっと遊べるのです。にぱーん。